ウエストハムユナイテッドフットボールクラブはイングランドの首都ロンドン東部をホームタウンとするイングランドプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。愛称はハマーズ・アイアンズ。ロンドンこの象徴とされるコックニーなまりが飛び交う東ロンドンの下町地域に本拠を構える。サポーター層は純労働社階級が多数である。ロンドンの同地区を本拠地とする ミルウォールやレイトンオーリエントとの対戦がダービーマッチにあたる。クラブの特徴は育成に実績のあるユース組織を備えており、有望な若手を発掘、育成し、ビッグクラブへ放出するという典型的な売り手型であると言える。近年はその傾向が顕著で、ジョー・コール、リオ・ファーディナンド、フランク・ランパード、 マイケル・キャリック、ジャーメイン・デフォーなどのイングランド代表選手は皆、ウエストハムのユース出身である。彼らはトップチームで頭角を表し、後にビッグクラブに移籍している。現在のホームスタジアムはロンドンスタジアムで2016年に1914年から112年間、本拠地として使用したアップトンパークから移行した。スタジアムではクラブの代表的な応援歌でもある。 I イ m イムフォーエバーブローイングバブルズが試合開始前後にシャボン玉と共に流れ、サポーターはサビ部分をアカペラで合唱する。92チームの中で歴代の監督数が最も少ないという記録を持っており、126年間の歴史の中で監督は22人のみである。しかし、2000年代に入ってからは成績が安定しないせいか、監督交代が相次いでいる。 1895年、東ロンドンの造船会社、テームズ・アイアンワークスの社員チームとして結成された。クラブが、アイアンズ、ハマーズという愛称で知られるのはこのためである。1898年に、南部2部リーグに加入しプロ化され、その後一部に昇格。クラブの運営をめぐる争いの末、テームズ・アイアンワークスは1900年に解散し、 その後すぐにウエストハムユナイテッド FC が結成された。南部一部リーグでの試合を続けながら、1901年にウエスタンリーグに加入した。1907年にウエスタンリーグ一倍飛ぶのチャンピオンとなると、一英部のフラムを1の0で破り、ウエスタンリーグで優勝した。オープンから2016年まで使われたかつての本拠地。 アップトンパーク1919 19年にフットボールリーグ2部に加入し、1923年に一部に昇格。同年には初の FA カップ決勝に進出した。この時の対戦相手はボルトンである。1932年に2部に降格し、その後の30年はほとんどを2部で過ごしたが、1958年に再び一部に昇格した。 1940年にフットボールリーグーカップで初優勝した。1961年、ロングリーン・ウッドが監督に就任すると、1964年に FA カップ優勝、1965年に UEFA カップウィーナーズカップ優勝を果たす。1966年の FIFA フフワールドカップの時のイングランド代表の主要メンバーは、キャプテンのボビー・ムーア、 マーティン・ピータース、ジェフ・ハーストといったウエストハムの選手たちであった。1974から75シーズンにグリーンウッドは総合監督に就任し、アシスタントのジョン・ライアルを監督に任命した。1976年に再び UEFA カップ・ウィーナーズカップ決勝に進出したが2から4でアンデル・レヒトに敗れた。FA カップは1964年。 1975年、1980年に優勝。1923年と2006年にも決勝に出場した。2004から05シーズンにチャンピオンシップで6位ながらもプレミアリーグ昇格プレイオフで勝利を収めて昇格を果たした。昇格直後の2005から06シーズンのリーグ戦で9位に入り、FA カップでも準優勝している。 クラブは2006年11月に実業家エガート・マグヌソン率いるアイスランドのグループによって1億2600万ユーロで買収された。マグヌソンはアイスランドサッカー協会会長と UEFA 理事会理事を兼任している。2006から07シーズン、初めにワールドカップ、ドイツ大会で活躍したアルゼンチン代表のカルロス、テベス、ハビエル・マスチェラーの補強して、 注目を集めたが、同シーズンは前シーズンから一転して、苦しい戦いとなった。開幕から数試合は、まずまずの成績だったものの、その後ほとんど勝てなくなり、3月4日、トッテナムとのロンドンダービーでショッキングな逆転負けを、喫すると、ついに最下位に転落してしまう。しかし3月17日のブラックバーン戦で、勝利すると、 最後の9試合を7勝2敗の好成績で乗り切り、最終的に15位でシーズンを終えた。2007から08シーズンは、プレミアリーグ10位で終わった。2008から09シーズンは、早々、2006年12月より前監督、アラン・パーデューに代わり式をしていたアラン・カービシュリー、監督が辞任し、ジャン・フランコ・ゾラが、クラブ史上の12人目の監督に就任した。 2009から10シーズンは広角圏と勝ち点誤差の17位で終わり、シーズン終了2日後の2010年5月11日にゾラを解任し、6月3日、アブラムグラントが4年契約で監督に就任した。2010から11シーズンはシーズンを通して広角圏に低迷し、2011年5月15日にウィガンにアウェーで2から3で敗れて、 チャンピオンシップへの降格が決まった。試合後にグラントを解任し、6月1日、サム・アラダイスが監督に就任した。2011から12シーズンはリーグ3位で昇格プレイオフに回り、準決勝でカーディフシティを破り、2012年5月19日に行われた決勝でブラックプールに2から1で勝利して1年でプレミアリーグに復帰した。以降のシーズンでは、 プレミアリーグに定着しているものの、2013から14シーズンはシーズン途中にディラン・トンビデスを清掃眼でなくしてしまう。2014から15シーズンはマウロ・サラテ、シェイ・フクヤテ、エネル・バレンシア、ディア・フラサコ、アレクサンドル・ソングラを獲得した一方で、ジョー・コールやアルーディ・アッララを放出した。冬の遺跡市場ではネネを獲得。 2015から16シーズンは、ペドロ・ビアング、ディミトリ・パイエ、アンジェロ・オグ・ボンナ、マヌエル・ランシーに、ニキツ・アイ・エラビッチ、マイケル・アントニオ、ビクター・モーゼスを獲得。またソングをバルセロナから再獲得した。一方で、カールトン・コール、ネネ、スチュワート・ダウニング、ケビン・ノーランらを放出。2016から2017シーズンより、本拠地を2012年ロンドンオリンピックと、 パラリンピックのメイン競技場として使用されたロンドンスタジアムに移した。一石市場ではソフィアン・フェグリ、アンドレ・アイエウ、ホーバル・ノルトベイト、アルバロ・アルベロア、極半トレ、シモーネザザラを獲得した。冬の移籍市場ではパイエがオリンピックマルセイユに移籍したが、ジョゼ・フォンテ、ロバート・スノッド・グラスを獲得した。2017から18シーズン、夏の移籍市場で、 パブロサバレタ、ジョーハート、マルコア・ルナウトビッチらを獲得したが、開幕から3連敗など、リーグ序盤戦から、低調なパフォー,カー。公認には、デイビッド・モイズを置き、前政権よりかは持ち直したものの、勝ちきれない試合が多く、最終的には、13位でシーズンを終えた。アルナウトビッチがチーム最多の11得点を記録した。2018から19シーズン、監督に、 チリ人のマヌエル・ペレグリーニを招集し、遺跡史上では夏冬通じて10人もの選手を獲得した。スウォンジーからウカシュ・ファビアンスキオ、トゥールーズからイスタディオプ、ラツヨからはフェリペ・アンデルソンが獲得した。リーグ戦では開幕から4連敗を喫するなど最悪のスタートとなったが、徐々に復調。結果リーグ10位でシーズンを締めくくった。 エンブレムは1923年の FA カップ決勝進出時にチーム発足にちなんだ2本のハンマーを交差させたマークが使われたのが始まりである。1950年に正式なエンブレムが決まった。1965年のヨーロッパカップの際にエンブレムに城の図案が追加されたが、この城は地元のブーリン城であり、名称はアンブーリンが元になっている。 一時ハンマーのみの図案に戻されたが、1997年にワインレッドと水色、そして白とハンマーを黄色で描くエンブレムになった。現在は再びハンマーのみの図案になっている。チームカラーのワインレッドと水色の組み合わせは1897年のユニフォームに始まる。諸説あるが、地元の他にチームが使っていた色を採用したとか、競合のアストンビラを真似たとか、 またある選手が、アストンビラの選手に、都競争で勝ちユニフォームをもらったことが起源だとの、逸話もある。ファビアンス・キーチ・フレデリックス24・ディオ二23・モグボンナ21・クレスウェル・サンライス41・ノーブル16・スノット・グラス11・ホールナルス18・アントニオ30・アレ22、カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は、EU 県外選手を示す。 6番は、ボビー・ムーア永久欠番38番は、ディラン・トンビデス永久欠番。ありがとうございます。